野村古道長。池田大輔鳥物町、謎の足跡。一。またやられたぜ、親分雨屋の千太郎少年は、いきなり庭へ飛び込んで、静かに物の本などを読んでいる池田大輔を驚かすのです。何がやられたというのだ。朝の薄日が差している障子を開けて、池田大輔は、爽やかな顔を出しました。この時、 大介は二十五。南町奉行、大岡越前の神に見出されてから十一年。ただの桶屋の子から越前の神容認にまで出世しましたが、近頃はその優れた英知を発揮して、いろいろの難しい事件を解決し、大岡越前の神の片腕とも、懐刀ともなって、江戸中の悪者を震え上がらせていたのです。娘さらいた、五人目は、 小網町三丁目の酒屋、マスヤ中三郎の娘、おきぬという評判者さ。みんなが、綺麗だって言うよ。千太郎は、もう十六。雨箱を肩にかけて、見えも振りも構わず、江戸中を売って歩きますが、娘の綺麗な話になると、さすがに照れくさそうです。いくつだ、その娘は。十七。うん。池田大介は、うなりました。少しわかり、腑に落ちないことがありそうです。 ちょうど、その時でした。あの、玄太親分が参りましたが。おみのは、縁側の端に顔を出しました。三年前、娘軽技の一座から救い出されて、今年は十苦の娘盛りですが、大介の身の回りの世話をしながら、その身軽さと賢さを利用されて、時々は大介を助けて、大きい手柄を立てております。庭口から通すがいい。ちょうどセンターも来ている。 はい。お犬が引っ込むと、入れ替わって庭木戸を押し開け、御用聞きの玄太のしたたかな顔が入ってきました。四終前後の連達な男で、大助の頭脳と人柄に征服しながら、時々力と経験を頼りすぎて、成功もし、失敗もしております。おはようございます。体操、精が出るな。ええ、センターからお聞きでしょうが、五人目の娘がさらわれましたよ。 玄太は縁側に腰を下ろしてタバコ入れを抜きました。今までの娘さらいとは少し違っているようだな。その頃、江戸中を荒らした娘さらい、ひ月ばかりの間に綺麗で可愛らしいのを4人も誘拐してしばらく休んでいたと思うと、今度はピカピカするようなのを1人さらってしまったのです。そうでございます。今までさらわれた4人は皆貧乏人の娘。 申すほどでないまでも金持ちの娘は一人もありませんが今度のは小道を切っての物持ちでそれから今までの四人とも十二から十四までのいわば娘になりきらない子供でしたが今度のは十七といっても売れすぎるほどませた評判のきれいな娘でございます池田大助も先刻からその得意性を考えていたのです誘拐は罪が深いと鳥 年はもいかぬ小娘をさらわれた、親親の嘆きはどのようであろう。それは何としても召し取らなければ。と、殿様もおっしゃる。もう一度、最初の一人が誘拐された時に戻って、細かいところまで話し合った上、よく考え直してみようではないか。若い池田大輔は自分の地位や頭脳に委ねすぎずに、こう、連達な御用聞きの玄太にまで打ち解けて相談しようと言った。 謙虚な心の持ち主だったのです。それがよろしゅうございます。まず、この人さらいの始まったのは、暮れの23日からで。暮れの23日。よく覚えておこう。最初は、深川佐賀町大工達夫の娘をゆき、重視というにしては少しませた、親の達夫に似ぬ、お人形のような綺麗な娘だったと申します。三、四日前から、 親が買っっっててやった覚えののないものを持ってきたそうできれいなかんざしとか美しい小切れとかつまらないものにはそうありませんが娘子供が喜びそうなもので誘拐される34日前からというと暮れの19日頃かなそんなことになりましょうか親の達相はがさつな男であまり気にもしなかったそうですが女房のお種が気を回して聞くと よそのおじさんからもらもったよ、と、し日はすすはきで子供がいたところで邪魔になるばかりだからと小遣いをもたして外で遊ばしていましたが暗くなっても帰らないのでそれから騒ぎ始めたんだそうですなんでも近所の衆の言うことでは薄暗くなる頃衛隊の橋詰めのあたりに遊んでいるのを二、三人の者が見たと申しますが その次は、池田大輔は自分の記憶のフィルムを巻き返しながら、元太の説明を促しました。その記憶の半数の間に、なんか新しい暗示を掴もうとしている様子です。二番目は、飛んで正月の七日でした。築地本総長の駄菓子屋の娘をきく、十三になったばかりの痛池ざかりのが、真昼の乾キシっぷちで遊んでいて、 ふっと姿を隠したのです。三番目は北シンボリで、くず屋の子でおみつという、十人になる可愛らしいのが、父親牛松が商売に出た留守に行方知れずになり、四番目は本所元町のタバコ屋ロクの娘お里、これは重視になって結構看板娘の役に立った美しいのが、町内の風呂へ行ったきり、家へは帰らなかったのです。 ざっと、こうでございます。この四人に比べると、今度のマスヤの娘は、広くうちがっております。年頃であり、存分に綺麗な娘ですから、こいつはてっきり、駆け落ちと睨みましたが、不思議なことに相手らしい男で、行方を絡らましたものもなく、それに、後で気のついたことですが、お絹の手箱の中には、親たちが買ってやった覚えのない、可愛らしいかんざしやしが、二つ三つ入っていましたそう。 1上七になる娘が、かんざしやくしで釣られるものかな。池田大介には、それが不思議でなりません。部類の観察力と、透徹した判断力を持っているようでも、十五になったばかりの一人者にとっては、娘心は全く、時用のない謎です。そこまではわかりませんが、それを調べるのだ。人慣れた娘か、内気な娘か、そして、言い交わした男でもないか。 大介も、そこまでは気が届きます。ともかく、あの一風変わったマスヤから手をつけてみましょう。しばらく、私にお任せくださるように。あ、いいとも。それから、二三日、センターを拝借いたします。大の男の下っ引きよりは、人目に立たなくて、とんな重宝で。それもよかろう。二人の相談を黙って聞いていた雨屋のセンタロウは、この時、初めて口を入れました。 シェッきっと道具みたいに扱ってもらいたくねえもんだ。いざとなると、誰が下手人を買い出すか、分かったものじゃねえ。に、ご用聞の玄太と雨屋の千太郎は、その足ですぐ、小海町のマス屋に行ってみました。六軒間口の大きな店構え、町場合市の中にいる主人の中三郎も、客の応対に忙しい番頭の元助も、 さすがに打ちしおれておりますが、一番参ったのは母親のお姿で、これは昨日から寝込んだきり、頭も上がりません。いらっしゃいわしでも、威勢よく迎えてくれたのは手代の豊吉でした。二十一2のいい男です。もう一人白い目でじろりと一向を見たのは養子の義助。これは二十五六の色の黒い頑丈な男。 いい名付けのお絹がゆ行方知れずになって少しやけになっている様子です。なんか変わったことはないか玄太は口癖の調子でこう言いました。大ありでございますよ。今朝豊吉が庭を履いているとこれが見つかったそうで。主人は待ってましたと言ったふうにすずり箱から小さくたたんだ紙切れを出して玄太に見せます。 半紙に消し摘みで書いたひどい手紙ですが、弁慶読みにすると、今夜、章4つ、十字、表のゴミ箱の上に、風呂敷に包んで三百両の金を受け、お絹はすぐ返す。金を出さなきゃ、お絹の命はないぞ、と読めます。うん、不定やつだな。この手に覚えはあるかい、万頭さん。 玄太はそばに座っている番頭の元助に聞きました。こう、見覚えはございません。そうだろうな。見覚えのあるような字を書く通りはあるめ。玄太は苦笑いしております。ところで、親分、三百両は大金でございますが、娘の命には変えられません。娘に万一のことがあると、家内があの通りですから、あれも生きてはいないかもしれません。 いかがなものでしょうやはり、この手紙の指図通り、三百両のお金をゴミ箱の上に置いてみようと思いますが。主人の中三郎は、恐る恐る、こう定義するのでした。そいつは困る。そんなことをしたら、相手は増長するばかりだわ。玄太は、玄関に跳ね飛ばしましたが、後ろからひょいひょいと袖を引くものがあります。 おやの、そいつは異性はいいが、あんまり情分別じゃないぜ。ともかく、ゴミ箱の上に300両の金を置いてよ。どんな野郎が取りに来るか、みんなで見張ったらどんなものだそれは仙太郎でした。飴箱に頬杖をついて、生意気な小花がひょこひょこと動きます。なるほど。そいつはいい知恵だ。300両の餌を用意して、見事に癖物を釣ってみよう。 次第によっては金と見せて石っころを包んでもいいわけだ。濃厚な玄太もふとこの仙太郎の知恵に耳を傾ける気になりました。ありがとうございます。そうしてくだされば娘も無事に戻りましょう。主人はすっかり元気になって日の暮れるのを待ちました。やがて夕暮れ近い頃。また変なものが 庭に落ちていましたが、今度は養子の儀助が半紙を八つに畳たたんだのを拾ってきました。どれどれ主人と番頭と玄太と首を集めて読むと。おがっぴきなどは二三十人いてもデグのようなものだ。せいぜい見張っているわい。その代わり、包みの中に小判の代わりに砂利や金くずを入れると、お絹の命はないぞ。よいか。 こう書いてあるのです。ちくしょう。太は思わず、あたりを見回しました。へへ、だいくは嬉しいね。仙太郎はそう言って、ぺろりと赤い舌を出すのです。そんな騒ぎのうちに日は暮れて、正月27日の恐ろしく真っ暗な夜が来ました。わざと酒は辞退して、簡単な夜食が済むと。そう、用意しよう。 仙太郎は右の方に見張っているから番頭の元助殿と義助殿は左の方ゴミ箱から十10軒くらい離れて往来を塞ぐように立つんだあんまり近寄りすぎるとくせ者は寄りつけない取り押さえるのが狙いだから脅かしすぎても困る玄太の指令はこまごまと行き届きます主人はゴミ箱の上に300両の包みを置いたら町の向こう側へ行って そっと見張ってください。それから、手台の遠吉丼は歯が痛くて、寒い風に当たると辛いそうだから、これは家の中を見張るがいい。木戸は厳重に閉めておくが、木戸からおかっての見張りは、二人の下女の役目だ。部署は、これで決まりました。時の経つのを待っているのは、不思議な緊迫と不安を感じさせますが、ともかくも、六つになり、五つになり、四つになり、 四つ近くなると、玄太は、う中のものを、それぞれの受け持ちに着かせます。そう、ゆいこう。玄太と千太郎、番頭と豊吉が、町の左右に分かれると、主人の中三郎は、厳重な土蔵の中の金箱から出した三百両の金を、あり合わせの風呂敷に包み、一寸一貫、二三百文目もあろうと思うのを持って、店の端の方、 締め切った路地の入り口に、羽目に寄せて据えた黄金箱の上に置いて、にぐるがごとくその向こう側に身を引き、五六軒先から恐ろしく真っ暗闇の中を見つめました。妙な緊張が氷のごとく全身を走って、もう口をきくものもありません。恐ろしく寒い上に、漆を塗ったような闇で、 小阿弥町の通りは一っ子一人通らず、遠くの方から聞こえるあんまの笛、犬の遠吠えなど、真夜中のような静けさが妙に人々をうけだたせます。もうよかろう。四半時三十分ほど待つと、玄太の声が沈黙を破りました。主人をはじめ、番頭、儀助、玄太、千太郎。 五人は遅早なくゴミ箱に駆けつけましたが、闇の中ながら、ほのじろく見えるゴミ箱の上には、三百用の包みは、影も形もなかったのです。怒りだ怒りだ玄太が怒鳴るのと、店の中から手代の豊吉が、兼ねて用意した提灯を持ち出すのと一緒でした。うん、もうい木軌も、塀も、雨も、店の細い格子も、 何の変わりはありませんがそこには300両のかけらも見えなかったのです3とんだしくじりをやってしまいました昨夜から一日一晩マス屋に頑張って探すだけは探してみましたが300両の行方もくせ者の見当もつきませんあくる日の夕方近くようやく引き上げてきたゲ太は 冷や汗を吹きながら、この失策を池田大輔に報告するのでした。それは気の毒だったな。だが、三百両のお金は雪だるまのように消えるはずはない。主人の中三郎は確かに三百両持ち出したに間違いはあるまいな。と大、大輔それはもう、よくこの目で見ておりました。ごいまこへ駆けつけたとき、誰か一足早いのはなかったのか五人一緒でございました。 鉢合わせをしそうになったほどで、その時手早く隠す隙は、三百両というと、一貫二三百問目あります。たもとや懐へねじ込んでもすぐわかります。ごミ箱の中は、それも念入りに見ましたが、ゴミを取ったばかりで何にもございませんでした。木戸にも、店の講師にも、木戸のうちには達者な下女が二人頑張っておりましたし、 店の格子は狭くて子供の手も通りません。それに店には手代の豊吉が見張っておりました。面白そうだな。私が行ってみようか。池田大輔はとうとう動き出しました。旦那が出向いてくだされば。玄太もこの譜面木を取り返すものは池田大輔の他にないことはよく知っております。その時はもう夜でしたが、 大介と玄太はすぐ小網町に向かいました。後を慕うように、雨屋の千太郎がついてきたのは言うまでもありません。娘はまだ帰りませんが、親分。玄太の顔を見ると、主人の中三郎は飛んで出ます。憎い奴だの。娘を返さずに、三百両たる鳥は太すぎるよ。なんとか、手段はございませんか、親分。今度は池田様が来てくだすったから。 くせ者も、の,のんきな顔をしてはいられないよ。見ているがい,い。さようでございましょうか。そんなことを話しているうちに、池田大輔は千太郎を連れて、家の内外をすっかり見極めました。それから、番頭の元助、養子の儀助、手代の豊吉と順々に会って、最後に主人の中三郎と顔を合わせます。池田様で、 ご苦労様でございます。お絹は私の一人娘で、あれに万一のことがあっては、第一、家内がどうなるかわかりません。お願いでございます。死終男の目に涙さえ浮かべて、拝まぬばかりに頼むのです。少し聞きたいが、へえへえなんだりと。その絹は養子の儀助と目合わせるつもりだったのかさようでございます。でも、 まだ私は若いからと申して、娘が聞きません。修験が昨年の秋から、伸び伸びになっておりました。娘はほかに、年頃にしている男でも、なな。かかったのかなそれはないはずでございますが、若いもののことですから、親のとどのかぬこともございましょう。ただいのとーきスは、親たしくはしておりましたが、そこには、妙にニえきれないものがあります。こういったものの、 父親の心の中には一目くの疑いが救っているのでしょう。この家の井戸は浅いようだが、あれでも時々は鶴瓶を落とすこともあるのかな池田大輔はいきなり妙なことを尋ねました。へえ、奉公人が乱暴で、年に一度や二度は鶴瓶も落とします。鶴瓶を引き上げる怒りがあるだろう。物置にあったはずでございます。 それを貸してもらおうか。それから、三百両の小判と同じ重さの石でも、瓦でも、何でもいい。風呂敷に包んで、昨夜と同じように、ゴミ箱の上に置いてくれ。へえ。大助の注文は、一風変わっておりますが、養子の義助が、物置から、小さい怒りを持ってくる間に、番頭の元助は、一貫目ぐらいの石を風呂敷に包んで、店の前のゴミ箱の上に置きました。 できるかできないかわからないが、大助は綱のついた小さい怒りを持ったまま手職を借りて店の二階に上がりました。そこは奉公人たちの寝部屋らしく広くはあるが妙に空気がこもってムッとしております。大助は窓を開けて手職を出してみました。予想の通り真下はちょうどゴミ箱で三百両の小判の代わりに包んだ石の風呂敷包みを 眼下に見られるのです。その時、うち中のものの半分は外のゴミ箱のそばに、あとの半分は大助の後ろから固唾を飲んでおります。見当さえつけばできないことではないな。くせ者が風呂敷に包めと言ったわけだ。大助の手からスルスルと綱が伸びて、その先の小さい怒りがゴミ箱の上の風呂敷包みの結び目に引っかかります。 おうみんな、驚いたのも無理はありません。一貫何百文目の風呂敷は、怒りに引っかかったまま、極めて無造作に窓にたぐり上げられるのです。池田様下からは玄太が我慢のならぬ声をかけました。昨夜、家の中にいたのが癖者だよ。上からは大輔が答えました。野郎玄太が近づく寸前。 パッと逃げ出したものがあります。昨夜、虫歯が痛いと言って、たった一人、店に残った手台の豊吉でなくて、誰であるものでしょう。玄太、気をつけろ二階から、大介が叫びました。闇をつんざいて、きらりと光ったものがあったのです。同時に、ああ<ー>絶叫とともに、小網町の夜の往来に戻り打ったのは、いち早く逃げ出した手台の豊吉その人ではありませんか 明かり明かり今晩もまた、明かりが呼ばれました。千太郎が家の中へ飛び込んで暗洞を下げてくると、往来を染めた血潮の中に、手代の凍吉は、もはや断末魔のけいを残すだけです。畜生。し太は八方を飛び回りましたが、凍吉を指したくせ者の姿は、巨大な江戸の闇の中に吸い込まれたように、どこを探しても見当たりません。 恐ろしい手際だが、武士ではない。銀作りの眺めの合い口。珍しい品だな。大介は死骸の首に突っ立ったものすごい担当を眺めながら一人ごとを言っております。疑惑の闇は、こうしてまた一段の濃さを増したのです。四。少し落ち着いた時、大介は手代豊吉の身元 念入りに調べさせました。マスヤに奉公したのはたった一年前、ただの取引先の手紙を持ってきましたが、今となってはそれも本物か偽物か怪しくなりますが、急場のことで調べようもありません。宿元は小田原町の旧兵棚の新左衛門となっておりますが、そこへ走らせた玄太はぼんやり帰ってきて、 食えだのに、新左衛門なんて人間は住んじゃいませんよ。さらに新左衛門なら、太閤様の頃の人間だろうなんて、とんだ馬鹿にされましたよ。プリプリしております。と吉は、今日外へ出なかったが。ちょいと出ました。朝早く、港橋まで、お得意様の御用のことで、念を押しに参りましたが、大助の問いに対して、万頭の元助は、弁解らしく言うのです。 それじゃ、三百両は探しても無駄だ。その時持ち出されたに決まっている。ところで、すぐ帰ったのか資本時ほどで戻りましたが、巣は近いな。池田大輔にも分かったのはたったこれだけ。下っ引きを二人ばかり残して、玄太も千太郎も、市販時の地には、大輔と一緒に帰りました。あくる日は、昼過ぎから小雪。 設計になって綺麗に晴れて美しい夕えさえ見られましたが、ちょうどその頃、桑見町から橋一つ越した堀江町のニューリアの娘、おはぎという13になる可愛らしいのが、川岸の淵で、雪やコンコン、あられやコンコンを歌いながら夕えに浮かれて遊んでいて、それっきり行方知れずになったのです。ちょうど、 神ウ町のマスヤにいた池田大輔と玄太は町の噂を聞くと、それっと飛び出しました。大輔は六回目の娘さらいの現場を暗くなる前に念入りに見ておくつもりでした。堀江町まで一っ走り、薄れゆく夕梅に照らされて、淡雪の中にニューリアの女房がおろおろ立っているのも哀れです。どうした娘が見えなくなったってじゃないか。 玄太は声をかけました。どうしましょう。ハんなにいい含めておいたのに。近頃は時々変なものをもらってくるんですもの。どんなに気を込んだことか。でも、商売が忙しくて、いちいち見張っておられません。とっと、あの娘も。人様に褒められた気量がたたったんですね。女房はそう言いながら声を上げて泣くのです。あれは、くせ者の足跡らしいな。 池田大介は川岸の空き地を横切って、市安橋の方へ消えていく大きな足音を指しました。大きい足跡のそばには、それに絡みつくように、小さい足跡が記されて、くせ者と小娘のおはぎが、慣れ慣れしく肩を並べて歩いたことを、まざまざと証拠立てております。やっぱらいのようですね。玄太は妙なことを言いました。なるほど。 大きい足跡は一見とまっすぐに歩かず一種のリズムを持ってふらりふらりと波形に歩いているではありませんか。やっぱりがあんなに歩くようじゃ大変だ。そんなによって小娘を誘拐できるものかな。大助は首をひねっております。が、それ以上何としても見当がつかなかったのです。言うまでもなく近所の者には念入りに聞いて歩きました。が、 おはぎが変な男と一緒に歩いているのを見たというものは二三人あったにしても、その男の人相は若いといい、年をとっていたといい、町人風だったといい、職人らしかったといい、一向に見当がつきません。一度、引上げて考えよう、健太。へえ、六軒の家を回って、その一さらいからもらったという品があったら、みんな借りてきてくれ。何かの役に立つかもしれない。へえ。 下引きを二三人回すんだお前は一緒に来てくれ相談したいこともあるへええ千太郎はどこへ行ったか見えません池田大輔は玄太だけを連れて寂しくおすき屋橋へ引き上げました玄太妙なことに気がついたんだがおすき屋橋のお長屋に帰って おみのの心尽くしの夕食を済まして、大輔と玄太は一間にこもって火鉢の中に首を集めました。宣刻保冷町の火事縁で見た足跡。あんな具合に歩く人間にお前は気がつかないか酔っ払いでなくですね。酔っ払いはもっとめちゃめちゃに歩くよ。あんな具合に綺麗な千鳥、波形と言った方がいいかなあんな具合に歩く人間は何だろう 長い間、あんな歩きをして、癖になったものと思うが。雨屋じゃありませんかえ近頃、頭の上に雨の桶を乗せて、鐘を叩いたり、三味線を弾いたり、歌を歌ったりして歩く雨屋が、目立ってたくさん江戸へ入ってきましたご？玄太は大変なことに気がつきました。お供に雨の桶を乗せているので、腰で火事を取りながら、町を千鳥がけに歩いていますよ。 子供たちは、あの雨が来ると大喜びで、どこまでもついていきますが。それだ。宿が決まっておりますから、あの仲間から引っ張って来るのはわけもありません。みんな、見しとってきましょうか玄太はもう立ちかけていいのです。待て待て、そんなに大勢の人間を縛るのは不安当なことだ。今日の夕刻、江戸橋から港橋のあたりを歩いた者だけ連れてくるがよい。手荒なことをするな。 玄太は弾み切って飛んで行きました。多分、この六後連達なおかっぴきは、よかよか雨の宿を襲って、何十人かの雨屋を縮み上がらせたことでしょう。翌日は、玄太の持ってきた報告によると、両国から永体までの間、日本橋と築地の大川岸に、昨日の昼過ぎ、足を踏み入れた雨屋は全部で五輪。 その五人をことごとく八丁堀に召し連れて一晩骨を折ってみたが、娘さらいなどは知らぬ存ぜぬの一点張りで、一向、拉致が開かないというのです。ずっといやつでございますよ。あんなことでは容易に口を割る気遣いはありません。一つ、石でも抱かせて。そんな無茶なことをしてはいけない。もう少し、気長な証拠固めをした上でなければ。池田大輔は相変わらず、 こんな気の弱いことを言うのです。ちょうど、そんな話をしている時でした。玄関の方がひどく騒がしいと思うと、雨屋の千太郎、向こう鉢巻きで、鉄砲玉のように飛び込んできたのです。あれ、千ちゃん、引けないよ。そんな風をして、玄関から飛び込んだりして。第一、ひどいトロじゃありませんか。おみのは、後ろから雑巾を持って追っかけてきました。でイ。 おいら、親分にたっぷりに来たんだぜ。五人の人間の命に関わることだい。足の泥なんかなんでいい。なあ、センちゃん。おみのも手のつけようはありません。美しい眉をしかめて、あっけに取られるばかりです。どうしたのだ、センター。けっ、センターセンターって安くしてもらいたくねえや。おいらはいつ、親分から録音をもらったんだ。ひっと面白くもねえ。大層な勢いだな。何を言ったい 腹を立てているんだ。池田大輔は、一向、怒る風もなく、勢い込んだ仙太郎の前に、ニコニコしてさえいるのです。腹も立ったろうじゃないか。何を証拠に、おいらの仲間を5人もしまったんだ。ああ、なるほど。あの雨屋は、お前の仲間だったのか。みんな正直者だよ。日本一から、日本で5番目の正直者まで揃っているんだ。お前は何番目だ 玄太はつい口を出しました。日本で六番目の正直者さ。はばかりながら、おがっぴきとは敵が違うわ。センター、口がすぎるぞ。池田大輔は、さすがにたしなめました。玄太は、ご長偶になれた小僧を取りひしぎもならず、苦い顔をしているのです。なんでなんでアメヤのセンちゃんは、さすがに泣き出しそうになりました。 カッとして飛び込んだものの尊敬と愛情との対象と言ってもよい池田大輔に叱られると、急に物悲しくなる子供らしさをどうすることもできなかったのです。だが、センタの言うのももっともだ。雨をあげたのは飛んだしくじりかもしれないよ。もう少し落ち着いて考えてみよう。池田大輔は静かに言いました。癖者がさらった娘たちにやった品物は、 借りてきているんだろうな。これでございますよ。玄太は風呂敷をほどいて、そこにいろいろなものを並べました。美しい花かんざし、サンゴの玉、銀の拳、串錦らしい小切れ、異様な小箱など十品くらいもありますが、いずれも目慣れないもので、池田大輔もしばらくは鑑定ができません。江戸や京の品ではないな。商売人に見せましたわ。 やはり鑑定はつきません。長崎あたりで異国人から手に入れたものだろうと申しますが、いずれそんなこったろう。ところで、大川尻へ近頃、遠国の船は入っていないかお船番所で聞かなければわかりませんが、一艘か二艘は入っているかもしれません。ところで、玄太。へい。私は妙なことを思い出したが、池田大輔の様子は急に変わりました。 額がさっと明るくなって言葉の調子もハキハキしております。一生船の上で暮らす者は朝から晩まで波に揺られて危ない船べりを渡っているから丘へ上がってもその足取りは少し違っているということだ。池田大輔はいきなり妙なことを言い出しました。船乗りはあんな小さい船で年がら年中荒海を漕ぎ回っている。 それが長い間の癖になると、まっすぐに歩くつもりでも、いつでも、足元が揺れているような心持ちで、ゆらりゆらりと煽りをくれて、千鳥に歩くというのだ。それですよ、旦那それに、この娘たちにあったいろいろの品物、松屋の手代を指した銀作りの合口、雪の上の大きな足跡などを見ると、癖者は遠方から江戸へ入ってきた、一生。 船の上で暮らした人間ではないかそれだよ、おやふん仙太郎まですっかり勢い立ちます。そのくせ者は、小見町から市販時で行ってこられる大川筋の船の上にいるに違いない。その船は、人さらいの始まった暮れの十七八日頃、いや、それより、四五日前から入っているだろう。池田大輔の推理には、もはや寸胞の揺るぎもありません。行こうあの屋の仙太郎も、 すっかり興奮してししてままいました手配は瞬く間に整いました池田大輔と石子板作に率いられた鳥方三十一人はお船手役人の乗った四艘の小舟に分乗して両国と英隊の間にもやっている船を片っ端から調べ始めたのですまもなく一艘の海賊船が発見されました乱れいる鳥方と 凶暴な六七人の海賊の間に激しい戦いが展開しましたが、まもなくことごとく縛り上げられて船底に隠した六人の娘。若いのは十二から、年取ったのは十七の起きぬまで、幸い無事に救い上げられたことは言うまでもありません。海賊一味、七人が挙げられた後で、池田大輔は玄太のためにこう説明してやりました。 海賊は十二さんの綺麗な小娘を誘拐して、どこかへ売り込むつもりだったろう。人の売買ほど罪の深いことはないが、あの手合いには人情も何にもないのだ。マスヤの手代豊吉は海賊ではないが、丘の上であの仲間の手引きをする悪者の一人だったろう。マスヤの娘のおぬと懇意になって、仲間の人さらいのついでにあの娘を騙して連れ出し、 二人で書体を持つ気で、その入費三百両の金をせしめようとした。海賊の仲間は金をゆすったことはない。あれは豊吉の出来心だ。なるほどね。そんな欲張ったことをしたばかりに、あの晩悪事を見表され、お前に縛られそうになった。ちょうどそこへ来合わせたか、それともあの手代を見張っていた海賊の一人が、豊吉の口を塞ぐために、 殺してしまったのだろうお前に追われて死骸から相口を抜く間もなく逃げたのが運の尽きさへえこれでみんなわかったはずだ雨屋を五輪も縛ってセンターを怒らせたのは大笑いだったがともかく不思議な誘拐だったよおきぬと義スかどうせ一緒になるだろう義スケは不愛想だが見かけに似合わぬ腹の良い男だおきぬも今度はすっかり だろうよ大介はそう言って面白そうに笑うのでしたひとさらいに便乗した豊吉は命を落とし七人の海賊は処刑されそして千太郎は雨や仲間の人気者になったのがこの事件の総決算でしたご視聴ありがとうございました よろしければチャンネル登録をお願いいたします。いいねとコメントもよろしく。